はい、どうも、ゆうです。今回の動画はですね、約1ヶ月ぶりくらいの配信となるんですけど、僕にとっての初の超フェス、赤犬がですね、レベル100になりましたので、こちらのデビュー戦を配信させていただきたいと思います。それと同時にですね、僕の音声直撮りもですね、デビュー戦となっております。まあ、その辺も含めて楽しんで見ていただけたら幸いです。まあ、ちょっとデビュー戦なんで、トークとプレーとちょっとひどいことになってるかもしれませんが、そこは多めに見ていただけるとありがたいです。で、レベル100になった赤犬が、ステータスこんな感じですね。で、メダルの方はですね、またちょっとピックアップして、後々動画配信しようと思ってるので、詳細は割愛させていただきます。で、サポートがですね、こんな感じですね。まあ、155% で、ゲッター、麦わら、グランドラインがマックスとなっております。では、早速試合の方見ていきましょう。はい、それでは赤犬100レベデビュー戦やっていきたいと思います。てかですね、さっきちょっと動画の方は撮ってたんですけど、ちょっと音声のボリュームですね、ちょっと失敗しちゃって、すいませんが、こちらをデビュー戦とさせてください。この次の試合にですね、先ほど撮った動画載せようと思いますので、何卒よろしくお願いします。ちょっと22だからいらない、ちょっと下は深みましょうかね。はい、おっきついでしょうか。はい、あ、いいですね、このありがとうスタンプ、ありがたいですね。ここは大丈夫。なんだ、真ん中はいらない。どうしようかな。ちょっと守りに入らなくてもいいか、大丈夫そうですね。いつでも取れるようにこの C 旗にいましょうかね。あの赤犬ちょっと来てないか。よし、邪魔しよるの皆さん、流星稲荷くれ、うまいですね。皆さん、皆さん、皆さん、じゃあこれで終わりだ。強い、感謝に皆さん。よし、じゃあちょっともう一回赤犬でいきます。やっぱちょっと喋りながら難しいですね。やっぱ後取り解説で今後やっていこうかな。3になった、14にされちゃうな。アジャストしとく。アジャストする。あ、うまい。邪魔しよるの流星火山、流星火山、皆さん、邪魔しよるの皆さん、皆さん、ちょっとこれはきついな。皆さん、皆さん、犬神グレン、よし倒せた。よし、ナイス。守って守って。さあ、邪魔しよるの皆さん、流星火山、皆さん、邪魔しよるの皆さん。試合は勝ってそうですね。おお、ありがとうございます。かわいい、味方さんのおかげですね。ありがとうございました。はい、では2戦目やっていきます。よろしくお願いします。ちょっと1戦目でもちょっとご紹介したんですけど、実はですね、これが100レベにした本当のデビュー戦となります。
で、これ音声直撮りでですね、動画撮ってたんですけど、キャラの声と、僕の声の大きさがですね、もう全然違ってですね、キャラの声が大きすぎて僕の声が全然聞こえなかったんですよね。音声はちょっと一旦消させていただいて、後付け解説として、ちょっとご紹介させていただきます。ちょっとこの動画採用したのもですね、デビュー戦に関わらず、MVP 取れたんですよね。ちょっと僕の中でも嬉しかったので、ちょっとご紹介させていただきます。まずここですね、これちょっとナミと戦いに行ったんですけど、これだいぶミスマッチですよね。やっぱちょっと相手の敵陣の中だと、やっぱナミもすっごく硬いので、これだいぶやるだけ無駄なんですよね。で、ナミを少しだけ削って、次のところに行ってます。で、二陣が取られそうだったので、フランキー将軍の、カバーに入ります。これ KO できたの、でかいですね。やっぱレベル100にしたから火力が上がったっていうのがでかいですね。やっぱ今までもうちょっとで倒せなかった強い敵が倒せるようになりましたね。いやー、ちょっとこれからリーグで楽しみですね。で、ここからおでん戦ですね。このトツカ避けれなかったですね。ちょっと下手くそですね。おでんと戦おうと思ったんですけど、ゴールデンウィークが2陣を取ろうとしてたので、やばいと思ったらもう無敵を使われたので、ちょっと5ドリに1回なったんですよね。味方がすぐ取ってくれたので大丈夫だったんですけど、ここで、おでんを撃破ですね。で、ちょっとゴールデンウィークも倒せばよかったんですけど、僕ちょっとマップをあんまこれ見れてなくてですね、ちょっとゴールデンウィーク見失って、攻めに入りましたね。ここの攻守の切り替えは良かったと思います。で、無事、3-2で、旗の数がやっと勝てましたね。で、残り40秒守れば勝ちという状態なんですけど、ここから相手さんにこう裏取り行かれるんですけど、ちょっとやばいなと思いながらも、味方が上3つ取ってくれたので、もう上3つ取れば、勝ちなので、上を守ることを選択しました。で、そこマムに取られちゃって、ちょっと秒数的にやばかったんですけど、味方さんが自分らの1陣を取ってくれたのと、ここから相手の1陣もですね、取ってくれたのが、勝利につながりました。これ MVP 取ったとはいえ、完全に、味方さんのおかげですね。ありがとうございました。はい、それでは3戦目やっていきます。よろしくお願いします。この試合はもう完全に後付け解説ですね。よろしくお願いします。アーロンパークですね。で、先に言っちゃえばこの試合も MVP 取れたんですけど、100レベにしてですね、スキルの回転と、攻撃力と耐久力ですね、これが遺憾なく発揮された試合になったと思いますので、ぜひご覧になってください。で、まずはおでん戦ですね。やっぱおでんは、赤犬が見るに限りますね。早速 KO できました。やっぱ火力上がってますね。で、ここ相手がいなくなったので、4-1にできるなと思って、こう旗取りに、向かってます。で、相手ドフィーが狙ってたので、ここはジャストで避けます。で、ちょっとおでんがちょっと瞬間移動してきたんでびっくりしちゃったんですけど、これ相手が回避ミスってくれたおかげで助かりましたね。これも犬ガニグレンで、KO できました。立て続けにおでんを2体、撃破できたのはでかいですね。で、ここから、この旗も取れて、 B 旗も味方が守ってくれたので、4-1となりました。これでこの試合中、ブーストが2回、来そうですね。で、ちょっとここから赤犬が苦手な、ドフィー戦ですね。で、ここジャスカイされたんですけど、流星火山当たってくれました。あと一撃なんですけど、すごいですね、1万食らってましたね。お、
早い、まあ、これ味方が倒してくれたんですけど、すごいですね。やっぱレベル100にしてだいぶ火力上がりましたね。いつもこの蜘蛛の巣がきはちょっと削りきれなかったんですよね。で、まあ、B 旗は味方に任せて、まあ、残り1分、3つ取ってれば勝ちなので、まあ、後ろで悪させてるシュガーちゃんを、倒しに行きます。ただちょっとここをミスったんですけど、これ犬神グレンじゃなくて流星火山を打てばよかったんですよね。ちょっと、これは、ダサいですね。いやもう味方さんありがとうございます。で、ここのおでんもちょっと止めたかったんですけど、まあ倒してからでいいかなと思って、ここは撃破に、向かってます。で、2体目のおでんが来たので、まあ、こういうこのおでんさんを、倒しに向かいます。で、無事に KO できましたね。でちょっと B 旗がやばいんですが、味方さんが倒してくれて、まあ、この状態で向こう4人 KO だと、まあ、もうこれは勝ちですね。いやこれもちょっと味方さんが強くて、まあ、勝てたようなもんですね。味方さんありがとうございました。はい、というわけでいかがだったでしょうか。僕にとっての初の超フェスレベル100ですね。やっぱめちゃくちゃ強いですね。まあこれからのリーグがちょっと楽しみになってきました。まあそして僕の初の音声直撮りですね。まあ、ちょっと内容的にはひどかったですね。あんまり喋れてもないし、まあ、喋るのに集中したらプレイも集中できなくなるという、まあ、ちょっと喋りながらプレイってやっぱ難しいですね。まあ直撮りも、まあ、練習しながらですね、まあ、今後はまた後付け解説で、やっていこうと思いますので、皆さんよろしくお願いします。まあ、使用の用事も終わったので、これからもちょこちょこ、動画配信していこうと思いますので、また皆さん見ていただけたら幸いです。それではこの動画この辺で失礼いたします。また見ていただけたら嬉しいです。あ、できればですね、まあ、動画が面白いとか、まあ、参考になったなと少しでも思ったらですね、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい、では失礼いたします。